はい、着きました。カリタです。はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちらコーヒーメーカーカリタさんのショールームにお邪魔しております。あ、こんなに注ぎ口違ったんだ。そうなんですよ。実際見てみないと分かんないですね。そうですね。キラキラいつも一人でやってるよねもしかしたら、もしかしたらウェイビオスタンド出るかもしれません。これハイカットミルですよね。はい、はい。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。初めまして、カズマックスです。撮っても大丈夫ですか？ありがとうございます。はい。なんか本当にそのまま。すみません。石田と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。カズマックスです。ありがとうございます。すみません。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。もっとなまともな名前にすればよかったです。いつぐらいからこういう活動されてるんですか？あ、これはいつだったかな。もともと僕がコーヒー好きになったのが17歳の春くらいで、その1年後くらいから YouTube に投稿し始めて、でその時は YouTuber になる気はなかったんですけど、初めての動画投稿してから1年後くらいにちょっときっかけがあって、あ、コーヒー頑張ろうって、そこから本格的にやり始めました。いや、まさかカリタさんとこんなことになるとは。ちょっと緊張してます。でも普通にあの一般の方でもあのこんな風にコーヒーを入れることができるっていう。そうですか。すごい、すごいですね。ちなみに、せっかくですからこれでいきます。それで。縦長っていうかこう潰れてるっていうかこうほぼですね。はい。あ、こんなに注ぎ口違ったんだ。そうなんですよ。実際見てみないと分かんないです。そうですね。人に見られながらドリップするのってすごい緊張しますねいつも一人でやってるんですごい注ぎやすいですね。本当に細くも太くもできる。あ、でめっちゃ綺麗やし豆の持ち込みとかもしていいんですか？この入れる時には全然問題ないです。大丈夫ですか？はい。あ、全然本当に本当紅茶みたいに見えますね。おお。あ、うまい。自分で入れといてなんですけど。うちに道具とかなくてもここに一回来ればあの美味しいコーヒーが自分で入れる体験ができるってことですね。そうですね。やっぱり多分皆さん最初の1回のこの一歩が、そうですね、あの動画やっててやっぱり思うので皆さんあのちょっとなんか悩んでるなって、電話でお問い合わせいただいたら、あ、まあこれあるから大丈夫ですよとか、うん、
般的には業務用って言われてるんですけど、はい、これ僕買おうと思ってるんですよ。これハイカットミルですよね。はい、昔から欲しくて。やっぱり引き目がすごい均一ですよね。そうですね、カッターがグラインドタイプなんで、はい、ドリップに適してるんですね。あでもこんだけでかいからやっぱり、まあ、業務用ですよね。そうです。結構一般家庭で買われる方が多いです。一般家庭で買われる方が多い。一般家庭でも多くて、そしてシャッターを開ける。めっちゃ速いですね。結構弾いてない時の音も結構静かですね。そうです。うん。やっぱすごい均一ですね。綺麗。あ、こんな重いんですね。重いです。鋳物なんて。ああ。あ、すごい硬い。おお。ああ、めっちゃスムーズ。すごい。やっぱりですね、ショールームに来て企業さん、カリダさん直接話聞けるとそう分かりやすいですね。ナイスカットミルなんですよ、それ。本体が中身はナイスカットミル。ナイスカットなんです。へえ。ナイスカットミルの SL 版を。すごいですね。なんか見たことはあるんですけど、スイッチで一応ちゃんとこうちゃんとしてるんですよね。使ってらっしゃるねところもあるんですけど、そう、なんか生放送中になんか視聴者さんから教えてもらって、えこういうのがありますよ、カズマックさん買わないんですかとか言われて、いや無理無理無理とか売ってねえしって。そうそう、もう元々10万で売ってたんですけど、もうなくなっちゃって。それにプレートつけさせていただいて、お店でお祝いとかにうちも使わせていただいたりとかしてて。すげー。これ何ですか？メラミンスポンジ。メラミンスポンジ。はい、ドリッパー型のメラミンスポンジ。これでコーヒーのあれですかね、汚れとか取ったり茶渋とか取ったりするんですかね。すげー、やべえ、めっちゃワクワクするものが。ドーポットこんなにあるんですね。これもドーポット？それはカフェオレポットですね。右と左があって、はい、そのカフェオレ作る時にこう、あ、はい、混ぜる。これは、これは、はい、ドーポット900はまだ、これは必ず、相変わらず人気ありますね、これは。これを使ってる YouTuber の知り合いがいて、あ、そうですか、これがいいんですって。結構 YouTuber 友達で使ってる人多いですね。やっぱ同系はなんか古くなっていくのがいいですよね。そうですね。その風合いを楽しんでいただく方はいいんですけど、汚れた。ロマンですね。そうですね。キラキラ。あ、これ蝶つがいじゃないやつなんですね。蝶つがいありとなしで分けたのはやっぱり。やっぱりこうやった時にこう蓋が落ちてしまうとかっていうことで、声が、はい、いくつかあったり。蝶つがい作ったんですけど。今皆さん蓋を離れる方が多いので。あ、そうですよね、結構反対にあるのが不便っていう。うんうん、そう。この色とかはほとんどないので、なんかクラスさんで似たようなの。そうそう、ただこの黒がなんか微妙に違って、もうちょっとマットな感じですよね。マニアックですやっぱり。この持ってるこれハサミですね。ハサミポットもあるんですね。あ、これがサガンのウェーブ。これも確かツバメのやつですよね。ツバメが根元から細いやつと太いやつがあるんですよね。こっちのところがウッドのやつと普通のステンの。あ、重心が独特。やっぱり持ってみないとわかんないですね。わかんないです。そうなんです。これはもう本当にこうやった時にいい角度になる。あ、それが好きな人とも全然最初から細いのが。あ、そうですよね、うん、好きな方がいらっしゃるので。僕は割とこっち派ですね。あ、そっちの方が私も好きです。溜めた感じでなんかちょっと調整がしやすいかなって。そう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 。
ウェーブのペーパーあるじゃないですか。あれってなんか専用 の、 あのスタンドとか出ないんですか。これ今バッグは出たじゃないですか。そうなんですよ。今デュアルドリッパーっていうドリッパー、デュアルドリッパー、はい、っていうあの取っ手のないドリッパーが、はい、うちあったんです、はい、でそのドリッパーの側があったちょうどウェーブが入るんです。あ、かわいい。これいいっすね。いいですよね。これがこうやってウェーブが入るので、ウェーブスタンドにどうかなと思っていました、口調で。いや、いいと思いますよ。かわいいですよね、うん、ただこれ今蓋がないので、蓋をどうするかっていうのと、あ、ちっちゃいサイズでこんだけぴったりなんだ、これ。やっぱ本当に触ってみないと分かんないですね。で、スタンドとして売るのは、スタンドとして売るのは これの、ちょっと変わった形の、変わったっていうか、素材が変わって、で今メラミンになって、ちょっと試案中っていう感じですね。試案中。まだ確定ではないそうですが、もしかしたら、もしかしたらウェーブ用スタンド出るかもしれません。めっちゃええやん、これ。はい、デュアルドリッパーがこれ。もともとこうなってたもののこの側だけを、ちょっとなんか素材とか変えてスタンドにするかもということです。シルバーお持ちでしたね。はい、ナイスアットミルのそうシルバーを持ってて、シルバーは、うちでももともと赤黒っていうナイスカットミルがありまして、はい、その時抜け感が横型のものだったんですよ。あ、そうですね、プラスチックの、はい、コンテナみたいな。そう、それをお客様が、はい、ちょっとそれだとちょっと遅れるので取り出しづらいので、もう大体こういう毛皮をお客様が勝手に買われて使われてたんですよ、はい、あ、なるほど。シルバーが後発で出たものですから、そのことをやっぱり営業も聞いてましたので、はい、次作るんであればもうこういう毛皮でいいんじゃないですかっていうことで毛皮になりました。はい、あ、だからなんだ。あ、そう、そう、僕も初めてミルを買うときに、はい、そう、あの赤と黒とシルバーあって、なんか全部見てシルバーだけ商品ページにこれがついてるから、シリンダーがついてるから、あれこれかっこいいじゃんと思って、シルバーにしたんですけど、毛感自体がですね、結局ありものを探してきて後でちょっとつけて、まあ、裏話をするとですね。なるほど、はい、ナイスカットミルってハイカットミルの小型版なので、あ、そうそう、なるほど、はい、ミニハイカットミル、あ、だから形似てるんですね、はい、つかないですよ。ネクストジ本当すごいですよね。あんだけイオンの力ですね。すごいですよね、本当に。あ、そうなんですか。そうですね、やっぱ価格面ですかね。1万円違いますもんね。あと高さがやっぱネクストジ高い。少し背が高いんで。あ、そうですね。若干。バン部分まで加えて。でも横幅はそんな変わんないですもんね。細いスリムなんですけど、やっぱりあの高さがちょっと見割れる。あ、高さ。ネクストジを買うかハイカットミールを買うかでめっちゃ悩んだんですよ。おっしゃる通りいらっしゃいます。あの価格が上代で見ると1万ちょっとの差なんで。結構ね、ハイカットミル、本当にご家庭の一般の方が欲しいってこと多いんですよ。今は本当に般どの一般なんだろう。なんかすげえのがあるんですけど、これがまあ大体こうおしゃれなカフェとかにさ、なんかあるやつだよね。はい、こちらが僕の持っている、カリタのドーポット700、蝶つがい付きの蝶つがいないバージョンとか、クラシックミルではないよね、これね。ちょっと違うモデルとかも、あの結構本当にたくさん揃ってるんで、見比べができますね。最近だと結構ロフトとか東急ハンズとか、なんかお店でもさ、あのコーヒー専門店じゃなくても置いてるとこ結構多いですけど、品揃えがやっぱりまさに段違いですよね。これは一体何でしょう。ドリップポットじゃないですよね。多分サーブ用なのかな。 あとお湯沸かしといてドリップポットに小分けするとかそういう系かな。これってお湯をあ、やっぱりお湯沸かすもので沸かしといてドリップポットに。そうです、確かに業務の方でたくさん使われていて、手引きミル軍団。まあ、本当あんまり紹介しすぎるとこの今後のネタがなくなっちゃう。そうですね。なかなかこんなにたくさん触れられる機会ないんで楽しいっす。
個人的にはドラえもんが漫画版なのがすごく嬉しいです。はい、これあのおカフェとかでも使ってるジャグっすね。はい、こちらが、コニカルサーバーの、シリーズですね。これが300、これが400、これが500かな。これが出たばっかのやつみたいです。で、使い方的にはなんかこれエアロプレスとかすごい安定そうだよね。これはなんだろう、普通にドリッパーとか乗せる感じかな。これだいぶ特殊な感じする。このカフラーノっていうのは、はい、これは何なんですか？ドリッパーですか？ここにあの粉とお湯を入れていただいて、はい、で、押す。ああ、おお。大変大変。すごい。これはあの、まあ、抽出時にこう押すのがあのなんか機能としていいというよりはコンパクトにしておけるっていうことで、はい、あのアウトドアとかにも使っていただけるように。はい、これがペットボトルになってて、ここが外せてこうひっくり返せるみたいです。じゃあ、あのありがとうございました。長々といろいろ見させていただいて、はい、お土産もいただきました。後で紹介します。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お世話になりました。はい、よいしょ。ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃいいとこやった。